SCP-1913-1。アイテム番号 SCP-1913。オブジェクトクラスユークリッド、も解けてる。特別収容プロトコル。海底、7-191、都市0、4月4日。輸送隊オメガ、8、通称、ゆりかごの猫たち、は SCP-1913-1 の移送。SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の攻撃の回避と一掃を目的に設立されました。SCP-1913-1 は尋問を援助するためのスピーカーを1台取り付けた、リードケースに収容します。SCP-1913-1 は部屋に窓がないことが確認されない限り、その箱から取り出すことを禁じられており、また場所も知られてはいけません。輸送隊オメガ、8はアメリカの人口密度が低い地域を一定の率で移動し、SCP-1913-2 と SCP-1913-3 との交戦に備えます。燃料、食料、資機材修理を目的とした短期間の滞在は認められています。直接 SCP-1913-1 を取り扱う間、職員はラテックスグローブを着用し、常に皮膚への接触を避けます。保護されていない身体の接触が確認された場合、職員は即座に彼らの手のインクのような物質を洗い流します。シミが広がり始めた場合、影響を受けた職員を調校が始まる前に処分します。SCP-1913-1 の収容は、改善された収容処置が開発されるまで、最優先事項として扱います。SCP-1913-1 はどのような状況下でも SCP-1913-2 または SCP-1913-3 の手元に渡ってはいけません。SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の収容はまだできていません。SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の無力化に必要と認められた全ての処置は認可します。海底、8-191、都市0、4月12日。すべての SCP-1913 個体は互いに最低 160km 離れた財団収容サイトが確立された地域に収容します。各 SCP-1913 個体の特定位置は文書1913-53を参照。各 SCP-1913 個体は半径4メートルの環状ガラスリングの中心に置きます。ガラスリングの内側は硫黄の粉で満たします。SCP-1913-1 を取り扱う職員はラテックスグローブを着用し、常に皮膚への接触を避けます。保護されていない身体の接触が確認された場合、職員は即座に彼らの手のインクのような物質を洗い流します。シミが広がり始めた場合、影響を受けた職員を調校が始まる前に処分します。SCP-1913-2 による怪我が治療できない場合、処分が必要になる場合があります。興奮を避けるために、職員は目に見える防具や白衣を SCP-1913-2 の部屋に入る前に取り除かなければなりません。SCP-1913-3 の部屋は耐爆性及び耐火性にします。SCP-1913-3 のリングへの侵入は禁じられています。説明 SCP-1913 は3体の実体の総称で、それぞれ SCP-1913-1、SCP-1913-2、SCP-1913-3 と指定されています。SCP-1913 個体は死の兆候を示さず、致命的な傷を時間ごとに修復するか、死亡、した場所の近くに破壊された1時間以内に再出現します。すべての SCP-1913 個体は硫黄に対して最大限の嫌悪を示し、援助なしに硫黄を触れたり、横切ったりすることをしたがらない、またはできません。SCP-1913-1 は高さ 20.5cm、重さ 8.3kg の知性を持った猫を表現している陶製の像です。SCP-1913-1 の底には、アガサの名前がエッチングされており、白い光沢ペンキが鼻、耳、額に、黒い湿ったインクのような物質が目、口、足の周りに塗られています。SCP-1913-1 は意思疎通を取ることが可能で、その内部から若い女性の声が発せられます。SCP-1913-1 は財団職員に対して軽蔑を示しますが、その容器を振ることで恐怖を与えると協力的になります。SCP-1913-1 は他の SCP-1913 個体の能力と追跡理由に関して多くの情報を与えましたが、硫黄に対する嫌悪感等、情報を隠したり、自身の収容に関して偽の供述をしたりすることも知られています。
SCP-1913、1の目、口、足を覆うインクは 50.9% の水、48% の灰、0.9% の塩、0.2% の銀で構成しています。生きている犠牲者の表皮へと接触すると、この物質は犠牲者の穴に吸収されます。インクの量に応じて、影響を受けた箇所は素早く溶解し始めて、最終的に消えます。全身が分解されるまで、重要な器官が消失しようとも、犠牲者はこの工程では死亡しません。胴体が分解されても、犠牲者の四肢は残ったままで、四肢は完全に消えるまでその機能と続け、通常は床を横切って近くの物体や足を掴もうと試みます。収容室の SCP-1913 に、SCP-1913-1 のインクは物体、死体、髪や指の爪等の死亡した組織。過去8時間に SCP-1913-1 に触れなかった存在に対して拡散することはできないと考えられ、生きた組織の消失を引き起こすことのみ可能です。犠牲者の治癒と接触しない限り、影響を受けた箇所の周りで物質を洗い流すことで影響を防ぐことは十分可能ですが、傷を負う場合があります。水で薄められると、SCP-1913-1 のインクは無害になります。SCP-1913-2 は黒い髪と灰に覆われた生命を持った人型骨格であり、身体の形状は女性の姿をしています。SCP-1913-2 の骨格はその頭蓋と指が大きな犬かのように見えることを除けば、人間の構造をしています。SCP-1913-2 は運動に必要な組織が欠如しているにもかかわらず、65kph の速度で動くことが可能です。SCP-1913-2 に知性は見られず、ほぼ完全に SCP-1913-1 か SCP-1913-3 からの命令に従って行動すると考えられます。特定の性質を引き起こすために、自称、1913-3 の前に SCP-1913-3 は SCP-1913-2 に白衣。または輸送隊オメガ、8、以前、ゆりかごの猫たち、として知られていた、の一般的な標準防具を着用した人物を誰でも攻撃するよう指示したと考えられています。それ以外では興奮させる、または十分な食料を与えられない場合を除き、SCP-1913-2 には完全におとなしいです。興奮すると SCP-1913-2 には犠牲者に対して攻撃し、通常は犠牲者を引っかきます。しかし、主要な器官の損傷や失血にもかかわらず、SCP-1913-2 には犠牲者を殺すことができません。犠牲者は人食い性の傷または SCP-1913-1 のインクの影響等、別の致命的な損傷を受けるまで生命反応を示し続けます。器官や四肢が犠牲者から切り離された場合、それら器官はその犠牲者から独立して生き続けます。SCP-1913-2 の死亡を通じてその身体から器官が切り離された場合、犠牲者は死亡しません。SCP-1913-2 には犠牲者が一般的にショックで動きを止める、または別の存在が SCP-1913-2 を刺激させるまで、犠牲者に攻撃を続けます。SCP-1913-2 には生存に食事を必要としませんが、犠牲者の肉を食べる傾向を示し、食料が供給されなかった場合、興奮し始めます。SCP-1913-3 は SCP-1913-2 を、テリー、と呼びます。SCP-1913-3 は未熟なオスの黒毛のラブラドールレトリバー、カミスルプスファミリアリス、の姿をしており、口、鼻、目がありません。SCP-1913-3 の顔は笑顔に見せかけた複数のデコボコの穴からなり、薄暗い白色光が見えます。SCP-1913-3 は知性を持ち、自身を、フレディ、と称します。SCP-1913-3 は、家庭の事情を超えて SCP-1913-1 を追跡する理由を述べることを拒否しますが、SCP-1913-3 は SCP-1913-1 に傷ついてほしくないと報告しています。SCP-1913-1 からの情報は SCP-1913-1 の形状の物理的変化を示唆しますが、確かめられていません。SCP-1913-3、SCP-1913-3 が物体や生命体と衝突すると、SCP-1913-3 はその顔の穴から灰色の炎を発します。このようにして発せられた炎は最高1200度から2192度 F にまで達し、非生命体との接触で見られる影響を及ぼします。
これらの炎との接触でついた火は、犠牲者の皮膚を完全に燃やすか、火が消されるまで燃え続けます。犠牲者は SCP-1913-3 との暴露により重度の火傷を負い、通常は視覚、聴覚、触覚を完全に失います。SCP-1913-3 の犠牲者を処分する試みは、犠牲者が SCP-1913-1 のインクによって分解された時のみ成功しました。非常に大量の硫黄で、妨げ、ない限り、SCP-1913-3 は他の SCP-1913 個体の大まかな位置を特定することができます。SCP-1913-3 は定期的に気分を変動させ、中立的から攻撃的にまで変わり、時折収容職員を罵ります。SCP-1913-3 は191年3月24日以降の少なくとも2回の火事の原因となっています。SCP-1913-1 回収191、年03月24日、SCP-1913-1 は地方の難破調査の際に港から発見されました。エージェン、クローリーが、ニューヨーク市への移送を行っていたと考えられる、の残骸の中から SCP-1913-1 を発見しましたが、S、への航路上にありました。2体の死体がその残骸の中から発見されましたが、2人の乗員は行方不明のままでした。SCP-1913-1 の特性の研究の後、2体の死体を乗せた救命ボートが幼稚遊泳団体の関心を避けるために海に放流されました。死体は実験中に死亡した D、クラス職員が使われました。航海前の船の破損状態により、の沈没は機械の状態が原因によるものであると宣言されました。遭遇、1報告191、年04月2日、SCP-1913 がサイト、に到着した際。SCP-1913-2 と SCP-1913-3 がそのサイトを攻撃し、緊急避難規約が発令されました。SCP-1913-2 は繰り返し SCP-1913-3 を、SCP-1913-1 を乗せた脱出車両へと投げつけ、脱走までに車両に大きな損害を与えました。SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の SCP-1913-1 に対する排他的な関心は輸送隊オメガ、8の設立と、3体の実体の相対的な指定につながりました。遭遇、15報告 SCP-1913-2 または SCP-1913-3 を捕獲するさらなる試みは失敗しました。また SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の輸送隊オメガ、8の追跡はやみませんでした。SCP-1913-2 の一定の動き、財団車両の情報の所有、SCP-1913-3 の恒常的な爆発性は、この実態の収容を困難にしました。麻酔銃、放水、放火、発砲が用いられましたが、まだどちらの実態も鎮圧できていません。遭遇、29報告サイト、45A で供給品を受けている間、輸送隊オメガ、8への SCP-1913-2 と SCP-1913-3 の追跡と攻撃は続きました。輸送隊オメガ、8は予備隊を要請しましたが、到着前に無力化しました。ヘイワード博士とエージェント、クローリーはヤネへと登り SCP-1913-1 との撤退を待ちましたが、研究ラボ1へと追い込まれ、エージェント、クローリーは SCP-1913-3 の SCP-1913-1 の奪還と、ヘイワード博士の死亡を阻止しました。詳細な情報はインタビュー 1913-A を参照してください。SCP-1913 はユークリッドへと再分類されました。インタビュー 1913-A。 回答者エージェント、クローリー。質問者時博士。エージェント、クローリー記録のために発言してもいいかしら？時博士なんだ、ああ、どうぞ。クローリーゆりかごの猫たちにヘイワード博士を同行させるのは間違いだったわ。あの坊やは賢いけども、未熟すぎる。彼は学校を出たばかりよ。彼は抗精神作用効果と情報災害の違いも理解していない。彼は何も間違ったことはしていないけども、だけど彼が、ごめんなさい。あの坊やのことは好きよ。確かに私は特別目にかけてる。だけどまずはより安全な班に割り当てられていたら、十分な心構えができていたはず、講義を受けるより。経験をしていたのならね。息を吐く、ごめんなさい。胸の中のものを吐き出す必要があって。時博士構わないよ。
クローリー、遭遇2-9について尋ねたいんだったかしら？時博士そうだ。クローリー了解したわ。私たちは必需品だけを要求したの、食料と燃料ね。45で何分も過ごすとは思っていなかったわ。だけど私たちが全てに対して神経質になっていて。数日間あの犬と娘に遭遇していなかったから、何かあると思っていたわ。ヘイワードと私はダッシュ、1のサイトのガレージまで運ぶと、予想通り、車両は私たちの背後で爆発した。奴らは私たちを追ってくると考え、別のサイトに向かい攻撃を待った。なぜなら奴らは私たちのうちの12人が出た直後に攻撃をしたようだったから。時博士そして、君はサイト、45の警報を鳴らし、屋上まで避難しようと試みたと？クローリーそうよ。そうするか、奴らの行動を許すしか選択肢はなかったから。でも大したことはできなかったわ。だって研究室に役立ちそうなものがないんだもの。それでも何とか扉を閉じて奴らをやり過ごそうとしたわ。2はダッシュ、3が退くように言うまで扉に体当たりを続けて、扉が吹き飛ぶとスプリンクラーが作動した。あいつ、3は、まさに目の前まで私に近寄ってきた。だけど何もしてこなかった。攻撃も、爆発も、あの娘も攻撃も、興奮もしなかった。ただそこに座ったの。私に言えたのは、どうして、だけだった。私は無力であると思い知らされながら、長い時間が経った。奴はこれが務めであり、この炎は贖いだと言った。奴らは見ることも、聞くことも、感じることも、ただ自身だけが残されていると言っていた。悪も、何もかも見ないのだと？時博士、ヘイワード博士には何が起きたんだ？クローリー、休止、あのバカはマイクを奴めがけて投げたの。それで傷つくことなんてなく、その後ダッシュ、3は彼にやり返した。明らかに、切れてたわね。ヘイワードは火傷を負ったけど、十分に濡れていた。だからひどい火傷は防げた。理由はわからないけど、それから3は2に彼を殺すよう命じたわ。おそらく奴はあの坊やが眼中になかったか、2の方がうまくやれると思ったのね。あの坊やを捕まえると、遠くの壁に彼を投げ飛ばし、そして用が入った瓶がその前で割れた。そう、ダッシュ、2の手が彼の胸を貫き通す前に。ダッシュ、2は彼に向かって突撃したけども、止まったの。3はヘイワードを覆う薬を見るまでに怒っているようだった。私はあの薬が奴らをビビらせることができると推理と仮定をして、やってやったわ。本当に気分が良かった。だって実際に奴らが私たちから走って逃げていく様を見れたんだから、あっと。これで終わりかな？面会時間が終わる前に、診療所で数人に会いたいんだけど。時博士確か、君はまとめて SCP-1913 に関する懸念を共有したいと言っていたね。それはなんだ？クローリアー、そうそう、ヘイワードがサイト、45でそれについて報告するつもりよ。彼、しばらくダッシュ、1について調べてて、何か発見したみたいなの。SCP-1913 がどう機能するのか疑問を持っていたみたいで、私たちが知らないことみたい。緊急だったみたいで、私には教えてくれなかったわ。とても良い情報だと思うわよ。いい、私がもし知ってたらあなたに話すわ。だけど私から言えることは、あいつらがヘイワードの心臓を引き裂くのをこの目で見たってことよ。そして彼もね。むすびヘイワード博士はこのインタビューの後、1ヶ月の集中治療から解放され、腕と胴体の3度の火傷と胸に開いた焼灼の穴を回復しました。SCP-1913、2または SCP-1913、3が SCP-1913、1を手にしていた場合に4体目の実体の解放または生成された可能性。さらに SCP-1913、1の身体的変化に関してヘイワード博士との議論が行われて、SCP-1913、1によって確認されましたが、SCP-1913、3は否定しました。